塚谷康夫は、日本の実業家。1990年代以降、デンマークとオランダに居住し、ヨーロッパ全域で、食品、機械関連事業を手掛ける。ユーロコミック株式会社代表取締役社長で、福岡大学特任講師も務める。成城高等学校を経て明治大学卒業後、1982年に日商岩井に入社。1990年より日商岩井北欧会社に赴任、同社取締役を務め、1992年に退社。同年、ヨーロッパで独立企業、オランダのアムステルダムに KTS ヨーロッパ社を設立した。ヨーロッパで焼き鳥専門店、串亭の他店舗化、フランチャイズ化を進める。同時に、オランダにて日本食品輸入販売及び日本食問屋業を始める。日本から調味料、種類、アジアから主に中国、タイより冷凍食品のヨーロッパへの輸入、ヨーロッパ内販売を行った。その後2006年よりヨーロッパ内にて日本食製造加工品の開発を始める。日本食品産業ヨーロッパ BV をオランダ人と共同で設立し、同社で大王国にて主に鶏肉加工品をヨーロッパ向けに開発の上、輸入販売を始める。同時にヨーロッパ内にて日本食の生産と販売を始める。2014年帰国し、同年4月、ユーロコミック株式会社を設立。日本製品のヨーロッパアジア向け輸出とヨーロッパ及びアジアからの食品の輸入業及びコンサル業を始める。現在は日本、ヨーロッパアジアを行き来して、日本産品のヨーロッパ向け製品開発と輸出先開拓、ヨーロッパ域内での日本食の製造、販売及びそのコンサルタント、ヨーロッパ産品の日本向け輸入のコンサルタントを主な業務としている。ありがとうございます。